ブローニャより低運の方が強いか。悩むな、それは。どうなんだろう。正直、ブローニャもめちゃくちゃ強いし、低運も強いし、アスターも強いんだよね。このスターレールのキャラクター。全員ね、その3人とも調和の運命を歩んでおりまして。サポーターが全員強い。だからなんか、サポーターゲー感があるな。原神もそうか。ベネットとかね、カズハとかが強いんでね。まあこういうゲームあるあるだね。サポーターが強くなるのは。そのうちアタッカーいらないみたいな世界が来るのかもしれん。ケイゲンにブローニャとテイウンどちらの方が合いますか？ブローニャとケイゲンって相性どうなん実際？なんかね、有識者たちによるとね、このパーティー編成あんま良くないらしい。有識者たちによると。なんかこの編成だとスキル使いたいキャラが多すぎてさ、スキルポイントを回復したいキャラがあんまおらんっていう。どうなんだろうな。ちょっと難しいわ。テイウンってスキルどういう効果なん？味方強化なん？ちょっと気になる。低運入れたらいい。あー、じゃあそうするか。あれだよね、スキルあんま強くないキャラでちょっとごまかすってのはありなんだろうな。公園水は何使ってんやろ。ブローニャの公園水だが戦争は終わらないわ。これ強いので、ショップで聖望交換でこれ交換しました。ちょっと天秤にかけた。限定チケット600でさ、600ってガチャ30連じゃん。チケット交換して30連限定ガチャ回すか、確定でだが戦争は終わらないを引けるか、どっちの方がいいかなって天秤にかけた時に、この公園水が強いよな、ブローニャに。マジで相性いいから。だからちょこれ欲しいなと思ったのでこっちを選びましたね。ブローニャの代わりって誰がいい？調和だったらみんな強いから誰でもいいんじゃない？アスター強いって言ってる人もいるしな。ブローニャかテイウンかアスターだったら誰でもいいんじゃね。知らんけど。サポーターって肩落ちしづらいからいいよな。いや、ほんまそれ。原神もアタッカーの肩落ちとかはないんですけど、サポート効果で効果が丸かぶりするキャラってあんま出ないから、そこがね、この手のゲームはやっぱりサポーターが一番大事なゲームな気がした。